はい。神話が出たらすぐに売れ。バブル経済です。はい。というような形で、まあ、順番にやっていくわけなんですけれども、神話が出てきたら必ず売れ。まあ、投資家の格言と言ってもいいんじゃないかなという形になります。さあ、こちらになります。バブル経済の崩壊という形になります。はい。これバブル経済の崩壊って一体何を原因に起こしたのかっていうことなんですが、株価の下落をきっかけにして起こった、もしくは土地の下落に対して起こったというふうな形になります。はい。まあ、本当に意味がわからない時代だったんですよ。ゴルフの会員権っていうのがあるんですね。ゴルフをプレイするための、要するにゴルフ会場に対する会員権っていうのがあるんですが、これがね、初めは確か1万円とか1000円だったんですけど、一番高くて1000万したとか、土地の価格が上がるとかね、土地の価格がもうずっと上がり続けるんですよ。ね。例えば1000万で買った家が、10億がいいですね。1億になってるとか、一体なんだこれはみたいな感じになってるんですが、この時に生まれたのがちなみに土地神話というふうになるんです。土地神話。はい。土地、日本の土地は絶対に下がらない。言ってたお前っていうね。日本の土地は絶対に下がらないとか、株価は上がり続けるとか、なんかよくわからない神話ができたのが実はこの時代なんですよ。で、この時バブル経済っていう風になって、もうとにかく買えば何でもいいんですよ、別に。株を買おうが、土地を買おうが、もう何やっても株価が上がるんですよ。で、給料は上がっていくみたいな。もうなんかある意味最高の時代ということです。で、あぶく銭がみんな入って仕方ないっていう状態になって、で、結局その株で儲けたお金とかで、まあ要するに銀座で豪遊するとか、なんつったらいいんですかね。なんですか、ロマネコンティの入ったプールで泳いだとか、なんかわけのわからんことやってるんですよ、アホやから。っていう風な形になるわけなんですね。これがまあバブル経済という形になるんですが、まあこう考えるとね、ほんと残念な時代ですよね、この時代ね、ほんとね。世界はアメリカとソ連を中心にして、やれ核兵器で戦争が行うんじゃないかって言ってる時に何も考えていないんですよね、日本人ってね。まあすごい状況だなというふうな感じになるんですが、こういう状態だったんですね。こういう状態だったんです。で、この土地が下がり出して株価が下がり出すという事態になります。これはまあ日銀の政策が失敗したっていうところもあるんですけど、その、株の値段がドーンと下がり出して、土地の値段がドーンと下がり出した結果、バブル経済が崩壊します。バブル経済が崩壊します。その結果どういう風な形になるかっていう形になるんですけど、日本は失われた30年と呼ばれるようになります。はい。30年という風に今言われています。よろしいでしょうか？はい。簡単に言うと、まあ今最近アベノミクスでようやく景気持ち直してるんですけど、ようやく景気持ち直してるんですけど、ドーンと下がったと。ね。景気やその他諸々が全部ドーンって下がった時代っていうのが、このバブル経済崩壊という風な形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。